SNS で、夏場の男性の体臭が苦手すぎると投稿し、所属事務所を契約解除された元フリーアナウンサーの川口ゆりさん、29、が17日夜、YouTube の生配信で一連の騒動を釈明。インフルエンサーへの転向を宣言したが、コメント欄では、ニコニコしながら出てくるのは根性あるわな、反省してないなこれはとかえって反発を招いている。 川口さんは8日、自身の X、旧ツイッター、に、夏場の男性の匂いや不節制してる方特有の体臭が苦手すぎる。常に清潔な状態で痛いので1日数回シャワー、汗拭きシート、性感剤においては1年中使うのだけど、多くの男性がそれくらいでやってほしい、などと投稿。所属事務所ボイスは10日付けで、異性を侮辱すると捉えられる内容。 として契約解除を発表した。インターネットメディアリハック級の生配信に出演した川口さんは、意外にも笑顔を見せながら、私の不用意な発言で多くの方を傷つけてしまって本当に反省しておりまして、きちんと自分の言葉で謝りたいなと思い、この度ここにいるという形ですと謝罪。炎上騒動で6キロ痩せた後、元に戻ったことを明かし、 アナウンサーの仕事からは知りく意向を表明。今後については自分自身がメディアになっていきたい。楽しんでもらえたら嬉しいし、勇気を与えたいって気持ちがあります。と、インフルエンサーへの転向を掲げた。また、夏場の大衆対策として、シャワーは朝晩2回浴びてほしいですと助言した。だが、動画のコメント欄では、 川口さんの汗をかく仕事の方というよりも普通に働いていて汗のケアを全くしていないだったりとか、そういった方々に対するエチケットを頑張りましょうねという話だったので、という釈明に、要所の言い回しが上から目線、汗をかく仕事は普通ではないとと厳しい指摘も。また、笑顔でインフルエンサー転向や大衆対策を語っていたことに、 なんか割と同情してたんだけど、このチャンネル出てきて秒でその感情なくなった。ツイッターで炎上したら匂いの専門家になるのどういう仕組みなんだよ。何通か炎上を売名にしそうなたくましさを感じるし安心したわ。などとコメント欄が炎上状態になっている。